はい、というわけで始まりました文房ミュージックのカトキティです。今回はアイリッシュフルートティンホイッスルの奏者であります矢島えり子さんにゲストでお越しいただきました。どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。今回はですね、アイリッシュ音楽という一体どこの国の何なのかっていうところも含めてですね、やらせていただいております。2本立ての動画になる予定です。1本目はアイリッシュ音楽っていうのを矢島えり子さんがどうして始めたのかとかも含めてインタビューさせていただきたいと思っていますので、今回もお楽しみに。というわけで矢島えり子さんでございます。よろしくお願いします。はい、というわけでね、なんかもう早速ですけれども、見たことがあるようでないようでないようなこの楽器は一体、はい、この楽器はアイルランドの横笛、アイリッシュフルートという楽器です。横笛です。横笛です。横笛です。アイルランドってあれですよね、左上の方にあるです。ここら辺にあるイギリスの近くの近くです、うん、はい、イギリスではない。いやでもなんかアイリッシュ音楽っていうと、うちの会社でもアイリッシュ音楽っぽいものにしてくださいとか、うん、ケルト音楽っぽいものにしてくださいとか、そういう発注を受けたりすることがあるんですね。ゲーム音楽だったりとか、神話性のあるジャンルだと思うんですけど、アイリッシュ音楽演奏しよ
ようと思ってきっかけですか。きっかけはもともとはモダンフルートっていう吹奏楽部とかオケでやっている金属のフルート、銀色のやつ、はい、金色の あれってモダンフルートって言うんですか。あれアイリッシュフルート吹く人はあれのことをモダンフルートってなんか呼ぶんですよ。こっちがアイリッシュフルートで、はい、ート普通のはモダンフルート、はい、それは吹奏楽でなさる。はい、吹奏楽で小4の時から始めてずっと大学も音大に行ってクラシックっていう感じだったんですけど、卒業した頃にちょっと聞く機会があって音楽教室の生徒さんがスコットランドの人がいて、すみません、じゃあ、はい、スコットランドというのはどこでしたっけ。やっぱり左こっちの方のねイギリスではない。わかりました、OK です。でスコットランドの方が、あのアイルランドのバンドがすごい好きっていう風におっしゃってて、なんかこれは僕のすごく好きなあのミュージシャンの CD だから先生にあげるって言って1枚くださって、でそれがアイリッシュフルートのすごい有名な方の CD で、それを聞いた時はなんかかっこいいフルート、何のフルートなんだろうっていう感じで終わっちゃって、そのままその CD は好きで聴き続けてたんですけど、それをアイルランドの人でアイリッシュの音楽でっていうのが分かったのがもうちょっと後で、分かった頃に別の音楽教室でアイリッシュフルートはプロモーションしたいということでデモ演奏してくださいって言われて手に取ったのが初めてでした。ちょっと待ってくださいつまりまだやったことない楽器なのに、はい、急にデモ演奏してくれって言われてやらなきゃみたいなそうです、なかなかハードな話です必死に運指とか調べて、はい、フルートをやってたからアイリッシュフルートには割とすんなりいけたっていうことですか。そうですね。ということは基本的なところで何か共通点というのも結構あるっていうことですか。そうですね、ここの音の出し方がまず同じなので半分空いた感じになってて、金属のフルートのもっとシンプルバージョンっていう感じで考えてもらえたら、穴が直接空いてますね。そうです、リコーダーみたいに直接押さえるんですけど、本当はこのキーがついてないのが最も演奏されてるスタイルというか、穴だけ、はい、あ難しそうそのアイリッシュ音楽って魅力って何だと思いますか。ゆったりとした曲とリズムがとってもはっきりした音楽がどっちもあるんですけれど、ゆったりした方は日本の音階にちょっと似ている。確かになんか懐かしいみたいな、そういう田舎っぽい感じ感じますよね。都会っぽい音楽とは違うっていうか、うん、そういうことか。ホタルの光ってスコットランドの曲なんですけど、オールドラングサインって言って、そうか、皆さんが閉店の音楽で聴いているものが、はい、そもそもアイリッシュ音楽だからそうです。であの頃にあの日本に外国の音楽を入れようって言った方がスコットランドの曲とかをこう取り入れたので、あとはあのダンス曲はなんて言うんでしょうね、もうみんなでやるとお祭りみたいになるので、そのなんかこう楽しいっていう感じがまさに共有できるような、うんうん、アイルランドとか行かれたこととかあるんですか。来ました、2年前に初めてようやく1週間くらい行ったんですけど、レッスンも受けてサマースクールも行って地元のセッションに参加させてもらって。どんな感じだったんですか、雰囲気とか食べ物とか。食べ物はすごい私は合いました美味しかったです。基本的にお芋とじゃがいも、はい、じゃがいもは絶対もう何の食事でも合った、まあ、もう世界共通の美味しい食べ物ですね、はい。私はイギリスのブレックファストみたいなのがすごい自分にはあったのでよかったんですけど、はいはいはい、甘く煮た豆とカリカリのトーストと、うん、ベーコンもカリカリに焼いて、カリカリ系ですね。カリカリアイリッシュ音楽カリカリですカリカリです、はい、よくわかんないパブはあの、はい、毎週何曜日にやってるよっていうのが結構どこも多くて、うん、もうセッションっていう文化があるんで、日本だとまだライブの方が多いけど、お店でもそういうスケジュールになってて、地元の人が常に演奏してるみたいなところに連れてってもらって、はい、そこに日本から来ましたって英語で話しかけてフルートやってるんですとか言って、入んな入んなよって言ってくれて、じゃあみたいな感じで何の曲ができるのみたいな風に言ってもらったんで、一フレーズ聞き始めたら、あそれねみたいな感じで。うわーすごい。お客さんたちはどんな感じでこう見てるんですか。ガヤガヤ飲みながら食べながら、あなんかやってるみたいな、そこも周りに寄ってきたりしてこう一緒にこう足踏みしながら、それはいいですね。常にコミュニケーションがあるみたいな、アイルランドはより好きになってしまった、はい、そうです
日本でもそういうのは増え始めたんですか？そうですね、第3世代とかなんかいろいろそういうなんかあるんですけど、割と今はオリジナルが強めの人もいてっていう感じで、伝統曲がっちりを経てそのエッセンスがあるオリジナルを書く人が割と増えてきて、でその中にセッションでもいろんなジャンルで楽しんでる感じがありますね。ガチガチではなくなってきたような感じはしますけど、日本ではすごい受け入れられたジャンルってことでしょうね。そうですね、伝統曲を昔から広めた方がいたからこそみたいな感じはありますね。面白い、はい、いやちなみにアイリッシュフルート以外にもアイリッシュ音楽の楽器をなんかなさってるという、はい、このティンホイッスルっていう、これね、ちょっといいですよこれ。やっぱりあの装飾音とかも、うん、あのこの楽器ならではの付け方があるので、シンプルだからこそその装飾が生きるというか、装飾ってのはピョーンってやつだよね。同じ音が2個続いた時は切ったりするんですけど、アイリッシュフルートの方も音聞いてもいいです、はい、シュフルートもいい音ですね。この感じがやっぱりアイリッシュ音楽っていう風に僕は思ってしまう。なんかいろんな演奏方法がありましたけど、なんかこうね、押さえ方とかもちょっと特殊な感じがしたり、この辺りは日本メロディー音楽の方でちょっと詳しく聞いてみたいなっていう風に思っているので、引き続きよろしくお願いできればと思うんですけれども、何か口とかっていう、矢島エリコであの感じで調べていただく、ツイッターが一番今あの情報が一番早く出る、概要欄に全部載っております。お願いします。はい、YouTube もやってます。そうなんです、 YouTube やってますので、しかもアイリッシュ、モダンフルート、アイリッシュフルート、ティンホイッスル、あと、まあ、私が吹ける感覚と楽譜の読み方とか、うん、レッスンしておりますので、やってみたいなと、楽譜読めなくても吹けるようにレッスンしてます。つまりこれからさっきの魅力的なあのアイリッシュの音楽を私たちと一緒に演奏することができちゃう。できます。いやもう行くしかないでしょう。ぜひぜひ概要欄に全部載せときますから見ていただければなっていうふうに思います。はい、というわけでですね、今回はアイリッシュフルートティンホイッスルの矢島エリコさんにお越しいただきました。2本目の動画と合わせてお楽しみいただければと思います。はい、これからもいろんな企画をやっていきたいと思っております。こんなことやったらいいんじゃないのとか、コメントの方でお寄せいただければと思います。そんなわけで、よかったらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではでは、またまたまた。